みんなのアルバイトブラスです。あれちゃんです。リコです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も引き続きエミヤさん、すっごく不思議なオーラをまとった方人そのものが不思議だから仕事の中身よりももう人が気になってしょうがないそう。でもそんなエミヤさんのアルバイト、前回は中井さん、料亭の中井さんをやってたお話を聞いたんですけども、今回はどのアルバイトのお話が聞けそうですか？一番特殊だなって思ったのが大道芸人のアシスタントっていうところです。あれあれ、大道芸人のアシスタントちゃうで、うん、大道芸人のアシスタントっていうところやから、ね、うん、もう、うん、ところやからそれで多分もう会社としてあるってことでしょ？あ、違いますね。あ、違うの？なんや、俺そう、会社みたいなのが斡旋してるってことかと思った。あ、じゃあもう個人で、なんか大道芸人って言っても今想像されてるのって、なんか太鼓叩いて外歩いてフィフィーみたいな、逆立ちしたりとか、そうそうそう、じゃなくて紙芝居を読むタイプの、あ、まあ、太鼓は叩く。そう、今もあるのそれ？今ないですね。今なくて、もともと私モデルとかの仕事もしてた時に、うん、その社長さんが大道芸人のイベントやるんだけどアシスタントなるみたいな感じでアルバイトを成立しちゃったんですね。あ、なるって言ったの？やりましょうかって。すごい、軽い、そんなノリで。軽い、なんか条件が良かったんかな。じゃあワードが面白くないですか？なんか大道芸人のアシスタント、確かに面白い。私新商品とかに横に立ってるような仕事もしてたんですけれども、裏方に回った時の用意がすごい早かったらしくて、アシスタントの才能がその時を開花されたみたいで。何を用意するの？例えばこういうシートとか、演者なのにシートの下りとか。でもさ、紙芝居を読むのに紙とかが別にあるんや。紙芝居を読みながらストーリー仕掛けで、こういう時困りますよねっていう、ちょっと、あ、芸人さんだからネタ風になってる、ジャパネット高田的な感じで、そんな時にこれみたいな、うん、時に、あ、裏からさ出すのがうまいってことや。そうそうそう、それさ、はい、中井さんの後やな、うん、やったの、はい、だから中井さん、中井さんの前ですね、の前なんか、うん、じゃあ逆か、うん、なんでそんなんかうまかったの？なんとなく今まで培ってきたもの。そうですね、今まで培ってきたものがありましたね。え、それ、うん、大道芸人はちょっと偉そうなの？大道芸人さんすごい謙虚な方で、未だにガラケーで、あの LINE も交換できなくて、うん、メールアドレスでやり取りしてた。待って待って、写真今もやってる？今も元気にやってると思います。2人つかせていただいたんですけど、1人は女性、1人男性で、2人とも紙芝居をやってらっしゃる方で、多分横浜とかに昭和記念館みたいな、そういうスポットがあると思うんですよね、うんうん、そこら辺で紙芝居を呼んでる方たち。てか、その大道芸人も集めた事務所みたいなのがあるってこと？あ、多分そうだと思います。それで、そこのマネージャー的な感じでアシスタント、ね、大道芸人さんもイベントで呼べますよみたいな。で、そういう時に説明のものとか自分が運んだり、にぎやかしをしたり。にぎやかし？にぎやかしをしたり。何それ、にぎやかし？拍手せよっていう時に拍手を。あ、周りだ。っていう、すっごい怖い顔やったで今。今すごかったで今。その時は必死にできてたってことでしょ、まあね、誘導させるじゃないけど、人たちを、大変だってこととすごい良かったことを知りたいかも、うん、大道芸人で、あの大道芸人で大変だったこと、まずお客さんうちだけっていう会があって、うちだけっていう、それさ、桜として見てるってこと？そうならないためにはやっぱりちょっと呼ばないといけないじゃないですか、歩いてる人とかを。そうそうそう、見てください、そう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 、みたいな、ちゃんと見てくれるからやりがい感じたっていうのと、うん、あと黒子に提出さないといけないんですけど、明らかにもうタッパが違うんですよ、ね、大道芸人さんと。こんなんですよ。あ、身長が低かったんですか、その方は。ちっちゃくて、だから苦労したのは引き立たせ役にならないといけないので、私は血を這いつくばって、こう物をなんかほんまに黒子の服着ておったらええんちゃう？その時はユニクロ着ました、ね、ユニクロやった、ね、ユニクロ一応ベースなの、目立つ柄とかがないのが多いからな、うんうん、大道芸人さんもご自身も結構給料稼ぐの大変じゃないですか？
給料事情全然聞けなかったですね。てか、うん、何で稼ぐんやろうと思って、そのだってさ外で勝手にやってさ、うん、勝手なイメージやけど、うん、みんな帽子とかにお金フューって入れるみたいなさ、うんうんうん、外国でよくあるさ、うんうん、やつやと思うんやけど、うん、もそんなんじゃ到底じゃないけどマネージャー雇えへんよ。マネージャーとかアシスタント、やっぱイベント的な昭和イベントで強い人たちなんですね。その場所のイベントをやるところで呼ばれて、うん、最初から給料もらって、うん、そのイベントの中で盛り上げていくっていうことか。はい、いくらぐらいもらったの？アシスタントは12,000、日給12,000。あ、いいやん。3,000円とかかと思った。え、でもやりがいで、そう、大道芸人さんがマイナスになることもありそう。うん、そんなことはなかったですね。うん、私は。うん、まあだから相手がマイナスになってるかどうかも知らんねん。いくらもらってるか知らんから。そもそも。そう。ほんまに赤字になってるかもしれん。じゃあやりがい感じたのはその人がどんどん集まってきた、自分が読んで集まってきた時。結果がこう目に見える。ムカついたことはないの？ムカついたことはアシスタントの時はないですね。でもなんか客がせっかく集まったのに、はっとか言って、おもんないわとかってヤジ飛ばされてるのを見てムカついたとか。そういうひどいお客さんもいなかったですね。平和な仕事でかつお金もまあまあもらえるけど、まあ夏とかね、炎天下とか。そうですね、炎天下も辛いし、寒いのも辛いし、来ないのも辛いし、辛いことも結構いっぱいたくさんある感じやね。この仕事も辛いです。あ、なんでこの仕事ももう今日なんかもう見てください、こんな12時からこんだけ撮ってるんですよ。やばくないですか？やばくない？そう眠くて仕方がなくなってんのよ。あんたがあの辞めたら次はあんたをここに呼んでちょっと言う、ここで、うんうん、この仕事は大変だって。でもお前アルバイトじゃねえだろ。言い残したことありますか？アシスタントになることによって得たものは、うん、自分も演者じゃなくてもいいんだなって新しい視点ができます、ね、やっぱそうやんな。なんかさ演者よな。演者やりたい人よね、多分。演者になりたかったですね。もともとの夢は何？うん、まあ、今もやってるかもわからへんけど。もともとの夢は、典型的に売れたい。タレント？モデルでしたね。モデルでした、うん。モデルだったんだ。ですね。服とか、そういうのをもう見せる。でもそれも引き立て役や、うん、モデルって。そうですね。確かに。だからモデルで売れたいっていう人って意外とモデルで成功せえへんよね。うん、自分が出ちゃう、うん、そうやりすぎちゃう、うん、だから、まあ、知らんけどな、それをモデルをやったことのない私が語るよりも、うん、モデルをやってるアレちゃんが語った方がええんかも分からへんけども、うんうんうん、なんとなくでもそんな気はしてる、うん、出たがりな子ってあんま成功してへん、まあ、洋服をきれいに見せることだったり、うん、そう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 、でもそうじゃない道もありやなって感じたんや、うん、そうですね、私結構出なくても楽しいやんっていう。じゃあもう今後は出ない方向にするんですか？今後はハイブリッドで行きたいなって思う。やっぱ諦めは切れへんっていうところで。そうですね、ちゃんとハイブリッドでバズるとこでバズって、うん、そうですね、いいとこでいいとこ取りしようっていう、ね、いいとこ取りで、まあ、確かに成功してる人たちはね、結局はもう諦めずにしつっぽくやってる人たちばっかりだから、うん、成功とかはしたことないから分からへんけども、なんでやん、でも諦めたらあかんよ本当に。ね、そうですね、でも子供が生まれたらすぐ諦めた、うん、え、やっぱ子供を大事にした方がいいと思うから。あ、そういうことです、ね、もうなんか諦めざるを得なくなるから、うん、子供が宿るっていうのは大きなことよ、うんうんうん、子供できたから諦めるとは言わへんけど、なんか諦めるのも一つ人生を楽にするための手段であったりとかするか、うんうんうん、これ何の話？確かに確かに、なんで子供の話になったのこれ。そう、本当にめっちゃ深い話。いや、すいません、大道芸人からいろいろ考えさせられることがあって、うん、深い仕事やな。なかなかでもその仕事に出会う機会はなさそうやから、参考になる人はほんのビビたる人かもしれへんけど。そうですね、大道芸人じゃなくても丸々のアシスタントみたいな、うんうん、そういう視点でだったらいいんじゃないですか。確かにね、だからタレントさんのマネージャーとか、うんうん、出たかった人がやってることも結構多かったりするからね、うんうんうん、そういう人がやっぱりタレントさんの気持ちが分かったりとか、ね、出る側の気持ちが分かったりとかもするからね、うんうん、未来は明るい。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。